おはようございます。前回までのま、あらすじ、ドログナンが蛇が怖い、倒して、以上です。真っ暗闇になったこの世界を蛇倒すと直してくれるらしい。私は夜の方が動きやすいんやけど。失われた町のどこかにあるクローパイパーなる寺院を壊してこいみたいなクエらしい。でももう一つのクエはクローパイパーで杖の頭部を見つけてこいという。二度おいしい、食べておいしい札幌ラーメン。なんかゴキブリの穴みたいなのが見つかった。私の目的地ここではないんやが、とりあえずキャプチャーのセーブするので一瞬途切れるで。ここに何か用事があったようななかったような。まあ経験値も稼げるし、どっちみち進んでみようと思おう。ここのダンジョンはとにかくゴキブリとスカラベ、汚いモンスターばかりや。エリアも狭いので逃げるところがなく、ペットジョブにとってはきついところや。そうか、ここ杖の下部分があった気がするわ。一番下の階層は確か3階やったと思う。頑張って進もうか。後ろに行ってしまった場合、モンスターまで届かなくなるのはこれはしんどい。一度モンスターの向こうまで走り抜けられたらええんやけど、どうやらモンスターの通り抜けはできんだし。さて、いよいよスキルがクソなので一回リセットをしようと思う。ウプム氏は本音で知らなかったんやが、スキルリセットはどうやら一度しか使えなかったらしい。
ここの地点で何度もスキルリセットが使えると思っているので適当に振ってみる。適当に振り終わったで、この地点でスキルリセットの項目が消えてることに気づく。バイ、グッバイ、バイ。気分は最初からやり直したい。Time to die. しかし負けてたまるか、このままやってやるぜ。まあ本音でへこんでたみたいやで、そらそうやろうな。ゴキブリのお家の続きからや。なかなか進めないから、見ている人もイライラ、やってる人もイライラ。からえらく難しく感じるんやけど、こんなに難しかったっけかな。ポーションが欲しいのか？欲しいなら俺の靴を舐めるがいい。俺はお前の尻を舐めるからさ。基本尻を舐めるにしたあたり、ウプ主の優しさが漂ってくるね。でも嫌や。自慢のポーションがドログなんてこと変わらへん。クソポーションばっかやん。
やっとレベル3、はよ、このダンジョン終わりたいわ。ボスはプレイヤー気持ちの悪い大きなドキリアム。スカラベが邪魔すぎて困るわ。ルル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 、杖ゲットや。これであとは杖の頭を探して合成するだけや。今回はここまで。ゴキブリ見すぎて食欲わかへん。ほなな。